東方獣王炎の非公式オンライン対戦ツールがある程度使えるレベルに到達したわ。ツールの名前は UNON よ。なんですって？獣王炎のネット対戦ツールだから、UNON よ。長いから以降は UN と呼ぶわね。わかりました。今回はツールの使い方と特徴の紹介、それから開発状況と、今後の計画について話していくわね。よろしくお願いします。早速、今現在のツールの使い方を説明するわ。UN は起動プログラムである UNON.exe と DLL モジュールの UNONFUCK.dll の2つで構成されていて、起動している獣王炎に UNON.exe を使って UNONFUCK.dll を組み込んで動作する仕組みになっているわ。まず最初に、対戦相手と申し合わせてお互いに UN をダウンロードして、適当な場所に展開しておいてちょうだい。この時、ウイルス対策ソフトが反応することがあるから注意してね。どうしてウイルス対策ソフトが反応するんですか？UN は仕組み上、ある種のウイルスが取る挙動と似たような挙動をするから、ウイルス対策ソフトがウイルスとして誤認することがあるのよ。やってることがやってることだから、察してちょうだい。そうなんですね。それと、相手と接続するための情報のやり取りのために Discord などのチャットツールが必要になるわ。相手との接続を確立するために、お互いに700文字程度の文字列をやり取りする必要があって、長すぎて YouTube ライブなどでコメントとして書き込むことはできないから注意してちょうだい。ここまで準備ができたら、まず獣王炎をインドーモードで起動して、それから UNON.exe を起動するの。起動すると黒画面が表示されるわ。次にどちらがホスト、つまりはプレイヤー1になるかを決めて、ホストのプレイヤーは1を、ゲストのプレイヤーは2を押してエンターを押すのよ。すると、ホスト側にゲストが接続するためのシグナリングコードが表示されるわ。自動的にクリップボードにも保存されるから、これをチャットに貼り付けて相手に伝えるのよ。このコードはその対戦専用のものになるから、対戦の度に毎回新しく作る必要があるわ。ゲスト側はこれをチャットからコピーして、黒画面に貼り付けてちょうだい。貼り付けはウィンドウの中で右クリックするのが便利ですね。少しでも左ドラッグしてしまうと、コピーモードになってクリップボードの中身が消えてしまうから注意するのよ。エンターを押すとゲスト側の接続情報が生成されるから、今度はこれをチャットに貼り付けてホストに伝えるの。チャットに貼り付けたらゲスト側でやることは終わりだから、ホストの操作を待ちながらエラーが出ないかだけ確認していればいいわ。ホスト側も同様に、これをチャットからコピーしてウィンドウに貼り付けるのよ。エンターを押すと、ディレイ値をいくらにするかが求められるから、1かにあたりを押してエンターを押してちょうだい。ディレイはゲーム内でも数字キーで変更できるわ。うまくいくとゲームが自動的に難易度選択に遷移するわ。難易度選択はホスト側だけが操作できて、そのまま進んでいけば対戦ができるわ。まだ接続に成功したかがわかりにくいと思うから、キャラクター選択まで行ったらゲスト側はカーソルを動かして接続できたことをアピールするといいわね。接続を終了するには、ホスト側で難易度選択画面をキャンセルしてちょうだい。なんだか複雑ですね。ホストとゲストそれぞれの流れを整理すると、ホスト側は先にコードの生成を済ませてチャットに貼り付けて、ゲスト側からコードが来たらそれを黒画面に貼り付ける。ゲスト側は書かれているコードを黒画面に貼り付けて生成されたコードをチャットに貼り付けて待つ、となるわね。じゃあ次にこのツールの特徴を紹介していくわ。UN は人間対人間のローカル対戦機能を利用して、公式のオンライン対戦とは別の、独自のネットコードを実装して対戦を実現しているの。対戦の度に再起動が必要になったりネットワークが不安定な環境でずれてしまったり、といったことがないように、注意深く振る舞っているわ。公式のオンライン対戦が安定するようになったら、これは特徴とは言えなくなりますよね。それは覚悟してやっているわ。今のところ接続用のサーバーを用意していないから、公式のオンライン対戦と比べると接続に一手間かかっているのもあるけど、裏を返せばサーバーなしで対戦ができるので、それは特徴の一つになるかしら。厳密にはモジラや Google が提供している汎用のサービスを利用しているんだけど、個人のサービスに依存しないから、仮に私の財布が爆発しても対戦ができなくなることはないはずよ。それはある種の安心感がありそうです。あとは、ゲーム内でディレイを変更できるのも結構便利だと思うんだけど、どうかしら。どのくらいに設定すればいいかわからないから、動かしながら確認できるのは良さそうですね。でも対戦中に相手によってディレイを急に変えられると困るかもしれませんよ。何かしら制限がいるかもしれないけど、まだどうするかは考え中ね。現状で特徴と言えるものはこのくらいになるかしらね。それと、ツールを早く安定化させるために機能を封印して我慢してもらっているものがあったわね。ゲーム中のポーズ機能ですね。ポーズは対戦がずれないことを保証するために、真っ先に封じさせてもらったわ。もう通信がある程度安定してきてコントロールできそうだから、バグの修正などが落ち着いてきたら解放すると思うわ。
機能はこれからも拡張していくつもりよ。具体的な内容は動画の最後に話しましょうか。ツールの現状はこんなところね。ここからは開発の小ネタを話していこうかしら。まずはキーボードでの操作周りね。前回の動画ではゲームパッドが一つも刺さっていないとうまく動作しないとおっしゃっていましたね。あれは正しくは使用するデバイスがキーボードになっているとメニューの自動操作が動作しないということだったわ。ゲームパッドでプレイしてるとあまり意識できないんだけど、キーボードの操作はちょっと複雑な動きをしているのよね。そうなんですか？ゲームパッドならメニューでもゲームでも同じように自動制御ができたんだけど、キーボードはゲームの時とメニューの時とで別の処理をしているみたいで、うまく制御できなかったの。よくよく調べたらメニューの操作では、キーボード入力とゲームパッドの入力をミックスして動かしているみたいだったから、そっちに介入するとうまく動いてくれたわ。で、もっと厄介なのが、ゲームパッドを繋がずに対戦の人間対人間をやろうとすると、設定がキーボードフルから自動的にキーボードレフト、キーボードライトに変更されることね。これは、自動的に変更されても元に戻すことで対処したつもりなんだけど、キーボード周りはまだうまく動作しないことがあると聞いているから、安定までもうしばらくかかりそうよ。なるほど。他に苦労したのはカーソルの初期位置のせいよね。キャラクター選択や難易度選択を開いたとき、カーソルは前に開いたときの状態を維持してるわよね。確かにそうですね。非公式オンライン対戦を実現するにあたっては、対戦相手とカーソル位置を同期しなければ当然ずれてしまうわ。これを、対戦開始時に初期位置にリセットすることで解決しようとしたんだけど、カードだけは違った動きをしていてうまく制御できなかったの。で、よくよく調べてみたら、カードだけはタイトル画面に戻った時にリセットされることが分かったから、対戦の開始前に必ずタイトル画面に戻すことで対処としたわ。そうなんですね。最後に今後の予定を話しておくわね。と言ってもまずはいくつか残っているバグの修正ね。まだキーボードプレイヤーが安心してプレイできないみたいだから、原因がわかり次第対処したいわ。それと、画面に接続状況とか事例とかを表示したいのよね。画面絵文字を表示する方法は最近糸口がつかめたから、なんとかなりそうなのよ。ポーズの解禁もそろそろしたいわね。あと、公式のオンライン対戦に修正が入って安定化しても、おそらく実現されないであろうことを実現していきたいわ。考えているのは観戦機能をつけることよ。確かに、観戦機能についての言及は聞いたことがないですね。観戦機能が実現できれば、オンライン大会を開催するのがずっと楽になると思うから、ぜひ実現したいのよ。接続を容易にするために接続サーバーを用意したり、ゲーム内ロビー機能を実装したり、実現したいことはたくさんあるわ。やることがたくさんありますね。そうなのよね。一人でちまちまやっているから、優先度をつけて一つずつ進めていくわ。もし早く実現してほしいことがあったら、ぜひコメントで教えてください。これからも東方プロジェクトに関するツールの開発や、プログラミング関連の話をしていくから、今回の話が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていってちょうだい。内容について感想や取り上げてほしいことがあればコメントをしていただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。